命の対決の時がやってきた。東雲に立つ二つの影に、刻一刻、時が流れ、殺気がみなぎる。しろよ兄貴。兄貴、大丈夫かよ。くそ。本当の片目にやっと会えたっていうの。兄貴。兄貴、本当に大丈夫なのか。うるさい。俺は負けたんだ。紅竜はまたあの恐ろしい片目に敗れたのだ。兄貴。うるさい。お前は国へ帰れ。
こんなのほっといてくれ。兄貴、兄貴のバカ野郎、おいでも男かよ。弱い奴はみんな虎に食われちまえばいいんだ。強い者が勝って弱い奴が負けるのは当たり前だ。よくも虎に食われた人間をバカにしたな。なんだ、子供か。子供にしてはなかなかやるじゃないか。おいらの竹槍をよくかわしたな。お前は誰だ。紅竜を捨てた紅三四郎だ。お前も武術を少しはやると見たが何のためだ。おいら強くなりたいんだ。強くなってどうするつもりだ。仇を討つんだ。何、仇。父ちゃんの仇だ。おいら片目が憎いんだ。必ずやってみせる。片目だが、よした方がいい。お前の叶う相手ではない。おいらやる。父ちゃんもあの村人たちもあいつにやられたんだ。あいつは固めの虎と呼ばれる人食い虎なんだ。そうか、お前の仇は虎だったのか。笑わな。あいつはただの虎じゃない。あいつは恐ろしい人食い虎なんだ。あの珍しい白い虎を部落の人たちは固めの白虎と呼んで恐れています。私たちの父は部落一のハンターでしたが、去年の春固めの白虎にやられました。無残に食い殺された父の姿を見てから、弟は父ちゃんの仇を必ず討つんだと言って、それからというもの毎日武術の真似事を始めたんです。子供のお前に固めの白虎を打てるわけがないと止めても、どうしても言うことを聞かないんです。今までに足をくじいたり、頭を打って気絶したり、心配ばかりかけているんです。小さなカミールが親の仇を打つけなげな気持ちはよくわかる。だが父親の二の舞を踏むのがオチだ。三四郎さんのおっしゃる通りです。それが私も心配なんです。ルニアさん、俺も父を倒した男を求めて旅をしています。しかし相手に敗れました。俺は武術を捨てるつもりでいる。三四郎さん、お願いです。私の力ではカミールを止めることはできません。固めの白虎を打つことをやめさせてください。カミールがいなかったら本当に私は一人ぼっちになってしまいます。三四郎さん、お願いよ。わかりました。カミールのことは僕に任せてください。カミール、竹槍で固めの白虎を倒すなんて甘い考えはやめな。うるさい。固めの白虎の恐ろしさを聞いておじけづいたな。おっと大した腕前だろう。ほう、なるほど、的は狂ってない。だがスピードが違う。白虎なら今ぐらいのスピードは軽くかわすだろう。うるさい。姉ちゃんに頼まれたな。誰が何と言おうと、おいらこの竹槍で固めの白虎をやってやる。カミール、俺と勝負しろ。何？俺を固めの白虎と持ってかかってこい。俺に勝ったらお前の好きなようにするがいい。よし。はあ、くれない隕石投げ。すげえ技だ。どうだ、こんな技ぐらいで目を回すようでは片目は倒せんぞ。よし。どうした、片目はそんなことでは倒せん。諦めろ。まだまだ。すごい技だ。この技を覚えれば固めの白虎に勝てるぞ。カミール、お前は負けたんだ。負けちゃいねえや。オイラの負けるときは死ぬときだい。負けるときは死ぬとき。
三四郎、負けるときは死ぬときと思え。あいつ、俺の小さい時にそっくりだ。カミール、竹槍がなくなったらどうするんだ。それでも固めの白虎に勝てるのか。そう、こうだ。よし、来い。もう一番。参ったか。これに懲りて二度と固めの虎を倒そうなんて考えを起こすんじゃないぞ。まだ参ったと言ってないぜ。でも兄貴は強えな。紅竜を教えておくれよ。こいつますます俺の子供の頃にそっくりだぜ。ブラックの衆よ、もう固めの白虎に怯えることはない。ここにおられる強者たちが退治してくれるのじゃ。大丈夫かね。普通の虎だと思ったら大間違いだ。カミールの親父がやられたんだからな。どんな鉄砲の名人だって白虎の餌食になるに決まっとる。バカめ、俺たちをなんと心得る。見ておれ。さあ見てろ。こんなのはほんの小手調べよ。次は俺様だ。どうだ、これでも白虎に勝ち目があるというのか。いいえ、滅相もない。どうか村人たちをお救いくだされ。この腕いくらで買う。下手に返答しやがるとぶっ殺すぜ。そんな、できる限りの。バケロー、よせ。いや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 、白虎はおいらと三四郎兄貴で倒すんだ。お前たちのようなどこの馬の骨か知らねえ奴らに白虎が倒せるもんか。ほざいたな。小僧いい子だ。こっち行きな。ああ、いいとも。可愛がってやるぜ。さあ、もっとこっち行きな。ガキだと思って舐めてかかったが、味の真似をしやがるぜ。小僧、その構えは何流か知らねえが、さっき三四郎とか言ってたな。三四郎とはどこのどいつだ。それともこいつでカエルのように一皮ずるりと剥いてやるか。待て、その三四郎とやらここにいるぜ。俺の紅竜が相手になってやってもいいぜ。貴様が紅竜の三四郎か、噂で聞いたぞ。行くぞ。Thank you.
小僧じゃねえ、くれない三四郎だ。勝負はこれからだぜ。白虎が出たぞ、白虎が出たぞ。なに、白虎がついに出よったか。三四郎、勝負はお預けだ。三四郎兄貴、おいらたちも行こうぜ、さ、早く。待て、カミール、まだお前の腕では無理だ。いやだいやだ、おいら行くんだ。奴らに固めの白虎を撃たれてたまるかい。待てと言ったら待たんか。今に必ず片目を打たせてやるから。くそ。ダメの白虎は生きている。やはり奴らの手に負える相手ではなかったか。三四郎さん、もうこれ以上の犠牲者はたくさんです。カミールに紅の竜を教えるのはやめてください。カミールにもしものことがあったら私は。ルニア、このままでは白虎のためにブラックは全滅するんだ。やめて、私はカミールが。カミールの決心はもう変えられない。誰かがやらなければならないんだ。白虎は俺とカミールでやる。やめてください。あなたは私を裏切った。姉ちゃんどうしたの？なんでもないのよ。ちょっと疲れたのね。なんでもないのよ。変な姉ちゃん。神様、この子を守りください。この子の生きる道はただ白虎を倒す復讐のみしかないのでしょうか。カミール、おやすみ。
をあげたな、カミール。これも兄貴のおかげじゃ。もう白子はおいら一人でやれるぜ。いや、まだまだだ。これがいいというまではダメだ。ちっつまんないの。白子め出てこい。出てきやがれ。調子のいいやつだ。大変です。刀の白子が三日月峠に。カミールは。それが三日月峠の方行ったのを見たという人が。何？ヤクモと戦うにはまだ無理だとあれほど言って聞かせたのに、バカなやつ。ルミア、うちから一歩も出るんじゃないぞ。三四郎さん。死ぬんじゃないぞ。頑張るんだぞ。しまったよ。おいら足をやられた。カミール逃げろ。いやだ、兄貴を見捨てていけるかい。紅魂、白虎にかけた男の意気地、燃えて輝く三四郎、構えは無敵、紅十字星。母も言っただろう、父も言った、それが今ではただ一人。涙見せるな三四郎、その眉上げろ男じゃないか。今日も正義